どうやって食べたの？ファリンはどうした？まさか。今一度新しい姿をやる。俺たちは狂乱の魔術師を必ず打ち倒し、絶対にファリンを助け出す。まったりこういうのに口どけがいい。これ好き。私の名前は井筒だ、覚えておけ。食事じゃ、食事の支度を。一日三食しっかり食べて、睡眠をとってる俺たちの方がずっと本気だった。俺のせい？俺の判断ミスなのか？俺は迷宮に餌を与えてはいけない。僕は迷宮の封鎖を提案します。そこまで言うならやってみせてもらおう。いいな？この迷宮は人の欲望に強く反応する。何かを求めた途端牙を剥く。嫌だ。何だそれ。来た。今最も迷宮の中心に近づいているのはあいつだ。早くまた一緒にご飯が食べたい。すぐに食えるよ。